向かい風のコンディションでスタートまで10秒を切りました。進入体系はインコースから1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。トップスタートは5コースから5番の大山、内側の確定もそれほど遅れていません。インから先は1番の松田が逃げる、まくってく3番後5は届きませんが、ちょっとバランス崩して1番の松田は大きく後退、真ん中ついてきた5番の大山、そして内をついた2番の中島とトップラスは2人、スタートは前提正常でした。インコースにつける2番の中島、その後ろ内から6番の藤山上がってきた。さあ2枠は2番の中島振り切って5番の大山差し返すも、ここは2番手先頭2番の中島、琵琶湖のフレッシュルーキー G2 以上初勝利見えてきました。 G2 初勝利、お気持ちは？嬉しいです。初日2日目とちょっと大きな着でした。でもこの1着大きいんではないですか？そうですね、でもまあ昨日不甲斐ないレースしてるんで、まあ、しっかり気引き締めてやっていかなあかんな思ってます。不甲斐ないレース専用に一生懸命頑張ります。